ズライトは、前近代の中国で行われていた風習の一つで、対立した相手に対する憤満や怨恨を復讐するために、家族や親族の死を対立相手が原因であるものと布告することで、対立相手を陥れたり、それを材料として、恐喝を行って、金品などを奪ったり屈服させたりすること。宋代に書かれた名を、書き反省名詞に、 高等の風俗として、ズライが取り上げられ、ミニアシンの時代には、中国南部を中心に広く行われていた。明たや清志立では、殺子村及び土肥ズライ人情が設けられズライは、犯罪行為として認定されていたが、その一方で、衣服人知事上すなわち他者によって、精神的圧迫を加えられた人が自殺した場合に、圧迫を加えた者が処罰される規定もあり、 自殺した死亡者の親族が事故の対立者を衣服人致死上で告発する例は後を絶たなかった。また、当時の司法官も衣服によって人が自殺に追い込まれることを重大な犯罪と考えられており、辛いを疑うよりも衣服の罪を追求する場合が多かった。このため、図来の対象とされた告発者の対立相手は埋葬銀を名目として、 多額の金銭を告発者に支給して、告発の取り下げを求めざるを得ない場合が多かったという。ありがとうございます。